人間の排泄物だとか、はい、だからゴミはもちろん、ゴミってプラスチックゴミありませんのでね、うん、ゴミを出すときには袋にお金払ってるんですが、江戸時代は逆でくれるんです。だから何でも拾いになるんです。そうやってその土の中に入っていって微生物が分解して、また野菜になって戻っていく。完全循環社会なんですよね。じゃあどうして総長になったのかっていうと、やっぱりいろんな問題が起こってきてた。そもそもがこの権力が欲しいとかって思ってないわけですよ、うん、私たちが目指すのはこれです、うん、それはっきりさせる。皆さんこんにちは。グレートウーマンに会いに行く18回目は田中優子さんです。法政大学の前総長7年間勤められて、そして江戸アジアの、ま、研究者で、いらして、そしてもうたくさんの素晴らしいご本も書いていらして、とても面白いというかですね、研究者としても素晴らしいで、大学の、まさに総長、そして今さまざまな活動に本当に、精力的に取り組んでいらっしゃいます。どうもこんにちは。ありがとうございます。だから研究者としても超一流、そして総長としても腕力を発揮され、そして活動も本当にやってらっしゃる、しかもこんなに、まあ、素敵っていうね、そういう田中優子さんです。そこがグレートというふうに思っています。今日は本当によろしくお願いします。なんか文学少女だったってね書いてらしたり、お兄さんがなんかとても優秀だったとかね読んでおりますが、江戸の創造力、1986年のご本が素晴らしいですよね。で、あれ江戸だけれどアジアの中における日本の位置とか、ものすごくダイナミックなご本なんですよね。どうして江戸のことを研究されようと思われたんですか？はい、初め私大学に入った時には物書きになろうと思ったんですね。あ、でも今からでも、あ、でも物書きになってらっしゃるじゃないですか。物書きには物を書いてますけど、だから物書きってなんか漠然とするじゃないですか。やっぱ新聞記者かな、小説かな、まあ、何かわからないけど、うん、とにかく毎日書いていた、うん、ということで、まず文学部に入ったんですね。はい、それで、その時に法政大学の文学部を勧めてくださった高校の先生がいまして、はい、あなたにぴったりだ。確かにその通りだと、すごく自由で何を書いても良かったような、そういうところでした。ですから最初は近代文学の勉強をしてたんですね、はい、でたくさん小説読んだり評論読んだり評論書いたりしてたんだけれども、ある時、学部の時ですが、はい、そのゼミに入っていた時に、はい、昭和10年代の作品を今年はやりましょうねって、はい、それぞれにこう振り当てることになって、うん、で私はいろんなものを見ながら、この石川純という人が面白そうだなと思って選んだんです、うん、それでそれを発表するためにとにかく全集を買い込ん で、うん、で次々に読んでいったんですね、うん、そしたらその近代文学やるはずだったのに、この人の評論の中に江戸人の発想法についてっていう、はい、評論があったんです、はい、すごく短い評論なんだけれども、はい、私その時江戸時代のこと嫌いだったんです。だから何も知らなかった、勉強もしてなかったんで、はい、だから何も知らないんだけれど、それを読んだ途端に分かっちゃったんです、うん、それはすごく大事なことが、こう今でもその頭の中にその構成が見えたって感じが残ってるくらいなんだけど、うん、だから名文だったんだと思うんですよ、うん、でその普通の研究者の方がお書きになっている文章じゃなくて、石川純は小説家なんですね、うん、小説家が書いているその文章で江戸時代の構造というのかな、それが見えた気がしたんです、うん、江戸時代の人の頭の中っていうのかな、それでなんかとんでもない社会だなって思ったんです、うん、一番そのとんでもないなと思ったのは、一人の人間の中に何人も人間がいるんですよっていうようなことをうん、いくつもの才能があって何人もの人間がいるから、その一人一人に全部違う名前をつけるので、一人の人間がたくさん名前を持ってる、うん、で実際に社会はそうなってるんですね。で別に隠してるわけじゃなくて、お互いそれは知ってるわけですね。でこれってなんか変な社会だなって思って、うん、それで分かりたい、知りたいっていうふうに思うようになって、
学部の時にもう勉強し始めて、でちょっとこれこのまま卒業するのはと思って大学院に行くようにして、うん、で大学院に行って引き続き今度は専門を変えて江戸文学の方の専門になって本格的に勉強を始めたんです、うん、そしたらその入っていけば入っていくほどすごいんですよ、うん、でそれはその人間観だけじゃなくて、さっきおっしゃったようにね、うん、どうもその江戸時代の始まりのところからずっと実はアジアに囲まれていて、うん、アジア諸国とのいろんな関係、東南アジアも含めていろんな関係があって、それでこう江戸時代というのを作ることになっていくっていう、そういうプロセスも見えてきたんですね。だからどこをこう探っていっても面白いなっていうふうに思いました。そうですね。ですから江戸の想像力で、なんか江戸時代ってなんか閉鎖的だったり、私も身分制度を初め嫌いとかね、なんかすごい封建的だったり、女の人はすごく虐げられみたいに思っていたので、しかしなんかアジアの中のダイナミズムがすごくあるんですよね。でもいろんな名前持ってるっていうのも面白いですね。それからですね、今もその循環型の社会っていうのがすごく江戸時代の取り上げられて映画にもなっていますが、そういうところもとても面白いですよね。そうですね。私もね、最初はそのことにはあまり関心を向けなかったんですけど、うん、ちょうど京都議定書の時、あの時代にこう江戸時代のその循環型社会に注目する人たちが出てきたんですね、うん、あ、そういうこともあるなと思って私もそれはやり始めて、そしたらば完全循環なんですよ。それ非常に驚いたんですが、人間の排泄物だとか、はい、それからゴミはもちろん、ゴミってプラスチックゴミありませんのでね、うん、でゴミ、それからあと着物とか本の紙ですね、ああいうものはたくさん使いますね。そうすると着物を買って飽きちゃったから捨てるなんてことはまずないわけですね。でまず古着屋さんが街の中にものすごくたくさんある、うん、だから古着屋さんに持っていくこともあるし、子供用の着物に縫い直すこともあるし、だいたい私着物着始めて分かったんですけど、着物って縫い直すのがとても簡単にできるようになっていて、なぜかというと、これ一枚一枚四角い布をただ合わせてるだけなんです、はいはい、縫い合わせてるだけなんですよ。そうするとこれ全部ほどくとただの四角い布になるだけなんです、はい、でそうするとまたこれを短くして縫い合わせれば小さい着物になるし、それから別のものにしてしまうこともできるわけですね、うん、袋物を作ったり、お座布団になったり枕になったり、そうそうそう、掛け布団のカバーになったり、うん、いろんなことに使えるわけですよ、うん、いろんなことに使っているうちにもうこれ以上無理というような時になっていくと、浴衣だったらおしめなんかに使う、あ、はい、で着物だとおしめには使えませんけど、でもやっぱりボロになることはある。そうすると、まあ、最終的にはかまどで燃やす、うん、灰になる。そこに灰買いという人がやってきて買ってってくれるんですね。でお金くれるんですね、うん、ですから私たちはこう排泄物出す時には下水道代払ってるし、ゴミを出す時には袋にお金払ってるし、うん、いろんなものを出すときにお金払ってるんですが、江戸時代は逆でくれるんです。うん、だからその積極的に出すようになるし、でそうすると例えば人がたくさん集まるようなところにはトイレができたりするわけですよ。うん、でそうやってその人間の排泄物がもちろん牛とか馬の排泄物、ね、積極的にこう集めると、だからわらじなんかしょっちゅうみんな、うん、ちょっと長距離歩くときわらじを履くんですけど、うん、すぐダメになるんですね。そうするとわらじを置く場所って決まってて、そこに置いとくと、それを牛の糞かなんかでこう混ぜて発酵処理すると、これも肥料になるんですね。だから何でも肥料になるんですよ。でそうやってその土の中に入っていって微生物が分解してまた野菜になって戻ってくるという、そういうことをその都市と周辺農村の間でやったり取ったりしてるので。完全循環社会なんですよね。そういうのに気がついて、それも面白いな。そうですね。それから江戸の話で江戸を歩くとか江戸から見るとってあるじゃないですか。そうすると東京がなんか別に昔江戸がありましたっていうよりもなんか地続きでなんかあるよねっていう感じもありますよね、うんうん、そうなんですよね。それでね、実は今数日前から東京芸術大学の大学美術館で大吉原展が始まったんですね、はい、それこれはね初めての吉原についての展覧会なんです、うん、そうするとちょっとね
最初炎上したんですよ、うん、吉原の展覧会なんかなぜやるのかっていうその女性の人権問題として、うん、でそういう疑問を抱かれるのはそれは当たり前だと思います。ですから私はそれに対して新聞で書いたり、あのその前に遊郭と日本人って本書いてらっしゃいますね。あのそれを元にしていろんなメッセージをそこに発信して今でもやってるんですけれども、なぜ吉原が大事なのかというと、ここは売買春の場所です。確かに、うん、でそれが経済的な基盤になってる。だけどそこにその遊女たちが日々やってることっていうのは徘徊だとか和歌だとか茶の湯だとかの碁だとかすごろくだとか踊りだとか三味線だとか琴だとか笙だとかっていうものすごい文化なんですね、はい、それから着物もあのそこで仕立てる着物って非常に特別なすごい着物、うん、それから調度品なんかもあるし、そうすると日本文化が凝縮してるんです、うん、でしかもそれを伝承してるんですね。そんな場所ってなかなかないです。で年中行事、お正月から花見から夏の祭り、秋の祭りまでいろんなことをやるんですね。でそれがこうあの何百年も伝承されてきたっていう、でその文化の部分と、それからこの売買種の場所だっていうこの部分とはどっちかを立ててどっちかが見えないようにしちゃいけないんです、ね、うん、両方とも見ましょうよ、うん、これが事実だったから。でそういうようなこともその今の実現、今でも吉原ってところ、あの専属四丁目っていうところなんですがありますが、今普通の街になってます、うん、だけどそういうふうにその歩いてみるとここはこうだった、そこはこうだった、残ってるんですよね、うん、よくわかるんですよね、うんうん、そうですね。佐倉市千葉のあの国立博物館ですか、うん、そこにあった昔からのいろんなので、うん、江戸時代におけるあの娘を売った時の証書とか、うん、何を食べているとか、うん、それからいろんなこと、うん、もうそれもでも事実はまず見てっていうことですね、はい、きっとね。そうです、うん、だからやっぱり歴史っていうのはどんな時代についても事実から目を背けてはいけない、うん、でその目を背けて肯定するとか目を背けて否定するとかじゃなくて全部見ましょうねっていう態度を私は取ってます、うん、全部見た方が面白い、まあ、そうですね。てか全部が全部ですもんね、うんうん、だから歴史って平安時代も割と平和で豊かだったり、それから江戸もいろんな側面があるから、歴史はこれで前進してるっていうよりもその時その時の豊かさ、多様性、うん、面白さと変なところと、うん、すごく問題なところと、うん、それは全部いろいろありますよね。そうなんです。だから受け継ぐとしたらやっぱり問題のところは切らなくちゃいけないんですよね。これは否定する、うん、だけどこっちは受け継ぎましょうっていうね、うん、こういう区別っていうのをしていくのがその歴史を受け継ぐってことだと思うんですよね、うんうん、日本はこんなことしませんでしたみたいな、ああいうようなね、修正主義っていうのはあの事実に目を向けないで全部良かったですねっていうふうにしてしまいがちなんだけれども、うん、それはどんな時代であろうとしちゃいけないと思うから、うん、私は江戸時代についてもそれはしません、うん、でもあの私結構落語を聞くのは見たりも好きなんですが、うん、なぜ江戸っ子は宵越しの銭を持たないかとか、うん、ああいうのもとても面白かったですね、うん、そうですね。私は落語で面白いなって思ったのは与太郎とかね、うん、ああいう、まあ、八五郎だとかああいう人たちが出てくるでしょ、うん、であの人たちって優秀であろうなんてしてないわけですよ。そうですね、みんななんか粗骨者だったり家だったりね、うん、いいじゃないのっていうね、うん、それで周りもね、与太郎見ててそのあちょっとまずいから、このまんまだとちょっと生きていかないかもしれないから、ちょっと仕事してみたらって、ちょっと仕事を与えたりするのがやっぱりうまくいかないみたいな話になってっていうことをこう重ねていくんだけど、やっぱり周りがこうやって助けるとかしながら、うん、でもこういう人がいてもいいじゃないのっていう世界作ってるんです。それが私面白いね。面白いですね。とても面白いですね。法政大学がとてもね、あの入って水が あったというか、あの自由なところだったってこうおっしゃってるじゃないですか、うん、そして、まあ、学部長とかされていて、そして法政大学の総長になられる、しかも7年間あのおやりになったって、6大学の中では初めての女性総長ですよね、うん、やりがいとかちょっと苦労したこととかあのいろいろおありだったんじゃないですか。これ女性ってそう
こうなのかもしれないなと思ったのは、そもそもがこの地位につきたいとか、この権力が欲しいとかって思ってないわけですよ、でじゃあどうして総長になったのかっていうと、やっぱりいろんな問題が起こってきた、で例えば一時期大学が郊外に移転するってことがあった、それで全面移転したのは筑波大学だけれども、大体 それ以外の大学って大体二分化されたんですね、その都心の校舎と、あの地域の校舎って、ね、こう分かれちゃったんですね、で法政大学もそういうことになって、そうするとやっぱりその不便なところの校舎の学部っていうのは悩みをいろいろ抱えるんですよ、で私はそちらの学部の教員だったんです。この問題をこれから大学どうしていくのかってすごく深刻な問題、でそういうようなことにその学部長だったんですよ、学部長として向き合っていて、でこのままではこれ乗り切れないなっていう思いがあって、それでその時に前の総長がお辞めになるということになって、どうしますかっていうと、学部の中でこう いろんな意見が出てきて、でちゃんとそれを伝える役目が必要だから総長になってくれっていうことになって、だからその問題を 何らかの方向に向けて解決するために総長になるっていう、そういうことで総長になったんですね、それでただその移転問題ってなかなかそんなうまくはいかないけれども、でもやっぱりこう総長になってみるとこう視点が違ってきます、女性の方たちってやっぱりこうあんまり責任のある立場に立ちたくないわっていう方が結構あの企業でも多いんだけれど、ただ私は勧めるんですね、そういうチャンスがあったら必ずやった方がいい。で自分で経験したこととしては、その例えば普通の教員でいた時には学部長が何をも見てるかわからないんです、でも学部長になると他の学部長たちといろんな話をするようになるので、大学全体のことが分かってくるんですね、で学部長でも総長が何を見てるかわからないんです、で総長になると大学全体のことを見なきゃならないと同時に他の大学と付き合うんですよ、他の大学の総長たちといろんな会議で一緒になる、時には外国の総長とも一緒になるわけですね。そうすると日本全体の大学が抱えている問題は何かとか、それからそもそも大学はその世界として何という役割をしているか、こういうことを考えるようになるんですね。そうするとその立場その立場で見える景色が違ってくるから、これはやはりすごく大事なことだというふうに思うようになりましたね。大学ってやっぱり学生もいるし、責任感もあるし、変な言い方だけど失敗ができない、その人たちの4年間というのはその4年間しかないわけだし、だから大学の運営どうするかとか、しかも入ってくるお金は決まってるし、というので、なんかある意味手堅い仕事である反面、課題はいろいろあるじゃないですか。ね、おっしゃるようにね、企業と違うのは入ってくるお金が決まってる、定員管理が厳しいので、定員以上の学生を受け入れられるんですよね、ですから収入が決まってしまう。だけど時代がこうどんどん変わっていく、でその時に特にコロナの時に感じたんだけれども、その前あたりからあのお金の使い方が、機材とかあのネットワーク作りだとか、要するにパソコンの世界でのネットワークですね、だからあと機材を各教室に全部取り揃えなきゃならないとか、それからそのためにパンクしないように全部手を打たなきゃならないとか、もうとにかくコロナの時大変だったんですよ。学生が大学に来なくても授業を受けられる体制を作るためにものすごいお金をかける、でもそういうことにお金をかけるっていうのはその少し前からもう始まっていて、チョークと黒板ではダメだったんです、でそういうようなそのお金のかけ方って、新しいお金のかけ方をどういうふうにしていくかっていう、何にお金を使うかっていうのはすごく大学にとって入ってくるのは決まってるから、そうですね、定員が決まってるから、なんかこうね、入学試験でちょっと金儲けって言ってもなかなか難しいかもしれないですね。であの入試の、人数が増えれば少し儲かりますね。でも少しですよ、そ少しだね少し儲かるかなやりがいってどういうものがありました？発信ですね、あのやっぱり女性が総長になったっていうことのインパクトをどういうふうに使うかっていうのがすごく大事なことで、
だから例えばダイバーシティ宣言というのをこの時にはやっぱりしようと、でダイバーシティ宣言をしたらそれ実現しなきゃいけないですから、うん、その委員会を作って、で職場がどうなってるかっていうことから始まって、そういう方向に、特に女性の問題だけどそういう時ないですから、ね、うん、留学生がたくさんいますね、はい、さまざまなその民族の人たちを受け入れて、この人たちが困らないようにする、そういうような体制をこう作っていく必要があるので、うん、ダイバーシティってすごく大事だし、で私が総長である以上今こうそれをちゃんと言わなくちゃいけないっていうふうに思いましたね、うんうん、それからもう一つは大学憲章を作る、はい、でこれは大学って大体もうね横並びになっちゃってて、うんうん、どこも行っても同じみたいになっているんですよ、その中身として、うん、でじゃあそれぞれの大学の特徴ってどこにあるのっていうことになる、うん、だから大学憲章を作って、私たちが目指すのはこれですっていう、うん、それはっきりさせない、初めて大学憲章を作りました。なるほどね。でもとても覚えているのはやっぱり大学の入学式とかいろんな節目節目に、田中裕子総長の発信することがものすごくメディアにも載りましたし、うん、私自身もこう見ましたよね。でとりわけ女子学生を持っている親御さんとかやっぱり法制だよねみたいな、うん、そういうのってすごくありましたからね、うん、私は総長としての最後の卒業式の時のメッセージで覚えているのは、女性が分断されているっていうメッセージでした、うんうん、はい、ですから女性が地位につくっていうのはまあいいことだし、それからあと 30% 役員にしましょうっていう企業の呼びかけもね、はい、まあ、悪くはないんだけれども、それだけやってていいんですかっていうことです、うん、ちょうどこのコロナの問題があったから、はい、それで失業してしまった女性が殺されるという事件もありました、はい、ありましたね、はい、でああいうことが実は起こっているんですね、うん、非正規社員の率もものすごく高かった、はい、今だってそんなに変わらないです。そうですね、全体で4割ですが女性の場合はもっともっと高いですからね。 それから正規社員でもお給料に違いがあるんですね、はい、でそういうようなことを見ていくと、単に上だけ上がっていったって下の方がどうにもならない、はい、だから分断が起こってるだけで女性の問題は解決されてないんです、うん、そのことに気がついてほしいという話をしました、うん、それとても大事ですよね。だから自分だけ良くなれということも実はないし、うん、差別のある社会に自分は住み続けることになるわけですからね。そうなんです。ですから大学憲章ですごく大事だと思ったのが、自由を生き抜く実践地っていう表題を、はい、作ったんですね。でそれどういうことかっていうと、世界の全ての人が自由になるためには自分はどうしたらいいかってことを考えてくださいってことなんですよ、うんうん、自分だけ自由でいれればいいとか、うん、日本人だけ自由ならばいいというそういうことないですからね、はい、だから世界の人が自由でいるっていうことを目標にすると見えてくるはずだ、うん、なるほどね。自由になるための実践地、総長7年間されて、そして今またさまざまな活動を本当にされていらっしゃいますよね、うん、と総長でいる間に例えば講演などをだいぶお断りしたりして、はい、できなかったこともあるんですね。それから社会活動もやっぱり制限があるというか時間的に無理だったりしたので、うんうん、でやはり終わってからは可能ならそういうことにちゃんと向き合わなくちゃいけないなというふうに、うん、思ってました。でしばらくしたらその2022年に岸田政権が12月に安保3文書、はい、あれが出ましたよね、はい、で42兆円という数字が出てきました、ね、はい、43兆円が、はい、43兆円が、はい、軍事費、はい、あれが出た時にその周辺 のそれまでいろんなコミュニケーションを取っていた女性たちが、はい、っていうみんな思っていたんですよ、うん、つまり自分たちはいろんなことで我慢させられてきたと、うん、でそういえば教育現場でも、うん、大学はお金必要です、研究費も必要です、奨学金も必要ですっていうふうに言っても、いや社会保障費にすごくかかってますから無理ですって、そう予算がありますからって、うん、ない人で触れませんとか言われますよね。まあです、うん、でもういろんな現場の女性が言われてきたんですよ。それなのに43兆円っていう、ね、そう防衛予算だけ言われないんですよね、何人で触れませんって。そうなんです、ね、うん、どこから出てきた、まあ、どこから出てきたってあるわけじゃなくてこれから私たち払う、はい、みたいなんですが、でもそういう数字とともに出てきた、うん、安保3文書ってやっぱり変だというふうに思って、その
年が明けて1月に数人で平和を求め軍拡を許さない女たちの会っていうのを作ったんです ね、それで署名を始めたらもう7万5000人署名が集まって、あ、それでその時に来ていただいて、署名をこう渡したり、しましたが、でも ああいうふうにその女性たちがもしかしたら戦争に向かってるんじゃないかっていうことに、気がついていくってすごく大事なことだと思います。そうですね。まあ、本当にいろんなところでとても活動もなさりながらすごいね、発信されている。本当にそこがグレートっていうふうにこう思いますね。お着物を、着てらっしゃるじゃない、何着ぐらい持ってらっしゃるんですか。いや、数えたことないです。数えたことない。だってびっくりしますよ。突然洋服何枚持ってますかって聞かれたら、まあそうですね、困るでしょ。困るね。何百枚かもしれないね。何百着、あ、でも1000着はないけれど、でも何十着じゃないかもしれないね、そんなもんです、そんなもん。タンスの中にぎっちり。でも、まあ、私のと仕事着だから。あ、まあね、だから福島さんスーツと同じ。私のも仕事着なんで、まあ、作業着みたいなね。でもお着物を着てパソコンを出したり立ってやったりしていらっしゃるもん、ね。でもこの間一斉三宅さんのですか、素敵なお洋服を着てらして、それもなんか素敵だなと思いましたね。一斉三宅のフリーズって着物的なんです。つまり体に合わせてできてるわけじゃなくて、うん、自分でまとって適当に自分でこういろんな結んだりなんかして、確かにすごく着物的な着方、きちきちきちって肩で合わせてじゃないですもんね、なるほど。それからもう一つは流行がないというね。着物は本当に流行がないですから、私はよく母の着物、祖母の帯っていうふうに使いますしね、今でも。なんかそうですね、どなたかに会いに行くときに、あ、そうだ、石牟礼道子さんにお会いになるときに、おばあちゃまの珊瑚礁の帯留めと、お母さんの着物ととかで着て行かれたって書いてらしたもんね。あ、私何千着、まあ、何十着かもしれないし、実はおっしゃる通り数えたことないんですよ。数えたことないんです。それでなんかたくさんあってもなんか似たような服ばかり着てるとかね。なんか着ないものは着ないし。そうですね。着物も同じです。同じものばっかり着てるような、すいません、あ、それはないか。でもね、いつもとても素敵にされていらっしゃるもんね。着物は季節ですね、やっぱ季節感。ああ、季節、ね、俳句みたいな感じですね。あ、そうですね、俳句ですね。季語があるような感じですよね。お兄さんがものすごく優秀だったとか、お兄さんのことを書かれたりしていることありますよね。あ、はいはい、それはだけどね、兄のことというよりも、その優秀な兄といつも比較されていて劣等感の塊だったってことを言うために書いてる。はい、でも、でもそんな劣等感の塊なんてそんなこと全然ないじゃないですか。いや、本当にそうでしたね。成績っていう意味では、私は本当にこの本を読んだり物を書いたりすることだけが好きだったので、それ以外の教科、まあ、いわゆる算数とか理科とかですとか、ああいうね、いわゆるお勉強っていうのに全く関心が向かないくて、でしかもそれを勉強できる生徒になろうと思ったことは一度もないんですよ。でも逆にそれがとっても良かったんじゃないですか、好きなことを極めるって。でも不思議なものでね、お母にどうしてそんなに競争心がないのかとかね、言われたりするんだけど、どうしてかなって自分で分かんないんですよ。競争心というのはまずない。人に勝ちたいと一度も思ったことない。でもすごく、じゃあちっちゃい時から生まれながらにしてマイペースだったんですね。あ、そうそうそう。ね、生まれながら好きなことしかできない。でもなんかお話を聞いてると、物書きになろうと思ってらしたから、じゃあこれから小説家になろうとか思われます？小説も書いてみたことはあるんですけれども。何かこう小説って物語の筋に沿っていかなきゃなんないけど、でも途中で気になることがいっぱい出てきちゃって、こっちの方調べようとかあっちの方調べようとか調べたくなっちゃう。向いてないかな。でもなんかこれを調べようって、そこをまた深めて、その次行ってまた深めて、すごい面白いんですよね。知的好奇心みたいなね。知的好奇心ですね。あ、そうですね。好奇心が、知的好奇心がものすごく強いで、知的好奇心でなんか深めるっていうこともすごくやってらっしゃるじゃないですか、ね、広がると同時に深める。そうですね。でその次に行く。そう、それだから先生からは、そんなに広めちゃダメだってたびたび言われていました、大学院の時なんかも。やっぱりこう専門は専門なんだから、そこでがっちり固めないとって
言われて、いや確かにそうだなって思うんだけどできない、うん、でも逆に江戸の想像力もそうだけれども狭い意味の江戸じゃないじゃないですか、うん、もっとなんかアジアの中の江戸っていう時代のなんかダイナミズムがものすごくあって、うん、多層的に江戸を解釈するだからそれは良かったんじゃないですか、うん、好奇心がそういうふう、そういう方向に働いちゃうんですよ。うん、自分を抑えることができない。でも江戸から見ると江戸を歩く見てると東京が水上都市じゃないですか。ベネチアじゃないけど。ベネチアです。ベネチアですよね。だから今高速道路になってるけどこれが水の都で船で行ってたらとか、なんかこう今東京なんだけどなんかこう地続きのものとしていろんな江戸もあってとかロマン感じますよね。そうです。歩きながらここは実は川だったのになとかね。ああそうですね。だからあの江戸を歩くとか見るとなんかそういうのをすごく感じますよね、うん、でもあの元々浜っ子なんですよね。だから、水が好きっていうのは関係があるかもしれない。つまり浜っ子で浜っ子、うん、しょっちゅう港に行って写真を撮ってなんかいろんなことしてます、ね、なるほど。あ、そうだ、写真を撮ってらっしゃるんですよね。写真を撮っていました、ね、その高校生の、ね、高校生の時はあのカメラでって書いてらっしゃるの、まあ、そういう才能もあるかもしれないですね。ドキュメンタリー撮るとかどうですか。そこまで広げる、まあ、ちょっと勝手にすいません70過ぎたんですね。この落語をこういうふうに見るのかとかね。でもなんかすごく封建的で一面的にしか思わなかった江戸や日本のいろんな文化がなんかものすごく豊かな面白い、ストン教だったりなんかおかしいじゃないですか、うん、そういうものとして登場して読むととっても豊かになりますね、うん、あ、それであの句会浄土日本石牟礼道子さんの菩提神のことを書いてらっしゃるじゃないですか、うんうん、で石牟礼道子さんのことを渚の人って書いてらして、近代と前近代、あの世とこの世とか川となんかその地域とか、でも私田中陽子さんってその渚の人じゃないかとかね、近代と前近代、うん、それからまあ論理と感情っていうとまたちょっと違うかもしれないけど、非常に男性原理と女性原理の間にいるとか、あのすごくエモーショナルな面と、うん、そのすごく論理的な合理的な面と、それからすごくおかしい部分と、うん、極めて合理的な面ととか、うん、でもすごくほとりの人、近代と前近代の間にいるような感じしませんか、うん、ありがとうございます。あとあの、ほとりの人いいですね。あと浜っ子じゃないけれど海辺と土地の間にいるとか、うん、どうですか。でも巫女って海からやってくるんですよ。沖縄とかはどうですか。神様は海からやってくる。どうでしょうか。確かにでも石牟礼道子さんは巫女です。あ、ね、うん、でもね、あれ菩提神の精神という副題をつけたんだけど、うん、やっぱりあれはね、人と寄り添う時にこう誰かを助けたいと思った時にそんなにうまくいくもんじゃないですよね、いつもいつもね、うん、だけど助けたいとかもう一緒に苦しんじゃう、どうしてもあの、うん、その人たちに苦しんじゃうとかね、ああいう気持ちって本当にとても大事だと思う。そうですね、私もその菩提神のを見てもっとやっぱり寄り添うっていうか、でうまくいかないことも実はあるんですよ、うん、で一緒に悩んでもなんか国会はこんな要請じゃないけれどなかなかこう思ったようになんでこんな戦争への道、っていうか戦争する国から戦争のできる国、沖縄南西諸島の自衛隊配備とミサイル計画だってもっと止めたいと思ってるのに、辺野古だってこんなに叫んでるのに止まらない、だからなんか変だけどごめんなさいみたいな感じで思うことがあって、でもあの菩提神を見るといや一緒にもだえることしかできないかもしれないけど、うん、なんかそれでもいいかもって思えてちょっと救いがありました、うん、だからもちろんね、あのこう政治の世界ではできることはやらなくちゃならないとは思うけれども、うん、だけれどそのことを考えてくれてるんだっていうことが伝わると、うん、やっぱりじゃあ私も一緒に考えようっていう有権者は思うしね、うん、でそれがこう投票につながることもあるしね、それはすごく大事だと思いますね。そうですね。でも全くステレオタイプにはまらないっていうところが良さですね。あ、はい、どうでしょうか。だって私が先輩の田中陽子さんになんかそういうとなんか偉そうですいませんが、グレイトと思いますね。はまれないんです。はまれない、うん、最後にあの何かメッセージをお願いします、はい、私は今でも江戸時代の本を書いているし、もっともっとそれは書き続けたいと思ってるんですが、一方でやっぱり今の日本って
ひどいと思う、ひどいと思うっていう、こういうところがひどいと思うとか、もっとこういうふうにできるはずだとか、ここはストップしなきゃならないとか、それからこの人たちとは寄り添わなくちゃとか、一緒に声を出したりとか、そういうようなことははっきり言っていこうと思います。あ、そこがグレートですねと思います。もうとてもはっきり発信していく、あの田中優子さん、そこが私はグレートというふうに思っています。でもあのぜひご本が本当に、面白いんですね。ぜひ、ステレオタイプじゃない、そんな世界にぜひまた読んでください。今日はグレートウーマンに会いに行く、それぞれの人生と活動にリスペクトを込めてということで、第18回目田中優子さんです。ぜひいいねボタン、それからみそごチャンネルの登録もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。